老健榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は、換気扇の工事を行いましたというお話です。こちらが施工前のお知らせです。今回は、換気扇交換及び空調工事のお知らせということで、このような張り紙がありました。今回行った場所は、1階の会議室、居室は3部屋だけですね。202、203と315の部屋を行いました。こちらが会議室の施工前の様子です。こちらは電源をオフにして行った作業ですので、かなり暗い中での作業になっておりました。こちらが今回行った居室の前の様子です。それでは施工中の様子を短い動画にまとめましたのでご覧ください。まずは電源をオフにして作業しますので、配電盤で電気を消えた状態にします。ということで、このような暗いような状態で、点検交換作業を行いました。こちらは居室になりますね。居室もこのような形で交換工事を行っておりました。今回の情報共有動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。